さあということで続いての目的地スイーツデザートを食べにね、やってまいりましたけれども、この辺ねあれですよ、それこそ僕が行ってた野沢南高校に、通うためのまあ駅が近くにあるんですよ。中込駅っていうね、その中込駅から降りて高校まで歩いて行ったんですけど、そのね途中あたりに中込駅にほど近いあたりにお店があるよと、あー甘い匂いがね、あしてきて、一気にしてきた、うん、ということで、はい、さあ到着いたしました。こちらでございます。ドン、いやおしゃれな感じですよ。ほらね、ピータースさんというね、スイーツ専門店でございまして、なんとねカフェも併設されているので、これまあケーキとかね、そのスイーツを買ってその場で、まあ、あのコーヒーとかと一緒に楽しめるということで、ちょっとねどんな感じなのか、おしゃれな、もうだってもうおしゃれだもん、もう外から見てもね。早速じゃあお邪魔したいと思います。ちょっとね僕には似合わないかもしれないです。はい、皆さんぜひ癒されてください。ではスイーツ好きでしょ、みんな女の子スイーツ好きでしょ。はい、お邪魔します。はい、じゃあちょっと注文してみましょうかね。あ、すいません。はい、ちょっとこの桃のやつってなんかちょっと柔らかい、ジューシーな桃って感じですよね、口当たりと。あ、こう食べられるんだ、すごいですよ。ほんと口の中入れたらね溶けるんですよ、ふわっと。で後からこうすぐにココナッツの風味が、ココナッツもね好きなんですよ。うん、それ今白い食べたやつ何ですか。もう白いのこれですか。これ多分チョコですね、ホワイトチョコレートが。あ、中の、あーこれ、あ、下のこのサクサクも美味しい。うん、あ美味しい。で中になんだろうな、ブルーベリーソースかな、カシスかな、カシスソースが入ってて二度楽しめますね。さあそしてひときわ異彩を、赤みを放っておりますけども、